東京から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原塩原を愛するみんなの合言葉「塩原プラスラブ」で「 塩原ラブ第百四十七回始まり始まり皆さんこんにちはこんにちはパーソナリティの光一ですそして塩原高原大根の風呂吹きんです風呂吹きんちゃんこんにちはこんにちは夏本番を迎えましたねそうですね梅雨も明けたしうん、ね 数日は本当に暑い日が続いてね熱中症の方なんかだいぶ病院にね搬送されたなっていうのでね、一つのもう本当に大きな事件だったかもしれないですよねうん皆さんは体調管理大丈夫でしょうかね。こまめな水分補給とかねしっかりしましょうねさあそれでは今日も番組を進めていきます最初のコーナーは塩原で起きたあんなことこんなことを紹介していきます ローカルニュース塩原事件。今日はね。うん、お店で行われた。こんなイベントということでね。うん、ご紹介しようと思います。はい、塩原温泉の皆さんはもしかすると聞いたことがあるかもしれません。塩原ライブ in 富士屋、うん、ね。果物やカフェ、えー、通りの茶屋富士屋さんで月1回かな？うん、開催されているまあ、音楽のイベントですね。はい えー、塩原とライブをかけて「塩原ライブ」という、ね、<ー>形ですが、えー、この第7回目ボリュームセブ7が7月26日土曜日に行われました、えー、この日はですね、えー、那須塩原市内に、ねえー、住んでいる南米の音楽フォルクローレの演奏家の高山直俊さんが、ね、登場ということで、まあ、実は私の音楽の先生でもあるのでちょっと 紹介しううかななってていうのも含めてなんですがえ実はね、えー、高山農園ということでね自家製の野菜なんかもある,あるということでその野菜などを使った、まあ、ビュッフェ形式というの、うん、の、ね、ランチがあってで少し時間を置いて夕方から夜にかけて2時間ぐらいでしたっけそうですねこのライブということで、えー、ケイナとかサンポーニャといった 南米の民族楽器を使ったいろいろな演奏を、ね、披露したということで何か難しそうだなと思うけれど実は、ね、耳にしたことのあるいろんな曲を演奏したということで聴、ねえー、きに行った人たち皆さん大満足でお帰りになったということです。まあ、ちなみにこの高山さんなんですが8月24日には箱の森プレイパークで温婚、えー、祭 音の魂の祭りと書きますね、音婚祭2014箱の森プレイパークということでね、さらに、えー、いろいろなメンバーに声をかけた、もう南米音楽の祭典、食べ物の祭典ということで開催するということですので、そちらの情報、また今後ご紹介していきますが、チェックしておくのもいいかもしれません。えー、今日のローカルニュース塩原事件長は、塩原ライブ i n 富士屋 v o l 7ということでご紹介しました。 それではここで映像をご覧いただきますこの店、知ってる街の中をこんなに綺麗な川が流れている塩原って本当にいいところですよねその自慢の景色を見ながらお食事ができるのがこちら塩原物語館の2階にあるカフェレストランランプですへー 季節ごとにメニューが変わるんだあれエビユッポカレーって書いてあるどんなカレーなんですかはいに、塩原にある日本最大級の足湯をイメージしたカレーでーエビがカレーに使っているイメージですねああ、カレーにエビが使っている、はい、面白そうじゃあこれを一つお願いしますはいお待たせいたしましたあ来た来た ああこれが足湯の形でエビが使ってる感じなんだエビだけと思ったら野菜もたっぷりこれは美味しそうそれでは早速いただきますカフェレストランランプのエビユッポカレーをご紹介しましたではご一緒に塩バラブ 知らなくってもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい「塩原の雑学マニア Q」フロフキンちゃんこのコーナーでは毎回3択のクイズをね、うん、出していますけれどね、うん、第147回ということで今日はねそういえば初めの頃って皆さん ここののクイズ見たことなないいかもしれないよね <laughs> 1> その1回2回3回目の頃とこうやってまだねテレビ放送もしてなかったし、うん、番組も変わったばかりで、うん、じゃあ過去問 <laughs> なんていうのはどうかなっていうことで、えー、実はね塩原温泉は、えー、温泉場でありますのでその温泉を神様として祀った温泉神社がたくさんあるんですね。うんうん えー、今日の問題はこちらです。過去に出題。<laughs> 過去問、はい、塩原には温泉神社がいくつあるでしょう。ああ、記憶ある。読みがえってきたね。<laughs> 塩原温泉には温泉神社がいくつあるでしょうか。いつもの難しいパターンの出題でしたよね。これね。A. 七つ B.。 八つ、C 九つ <laughs> ね。はい、温泉神社の数は A 七つ、B 八つ、C 九つ。さあ、一体い,いくつなんでしょうか。答えはフロフキンちゃんの記憶とともに <laughs> 耳寄り観光情報の後にお答えを発表いたします。 せーの耳より観光情報、えー、この番組はですね西那須野にあります疎水ス,スクエアアクアスのねスタジオアクアスで収録をしているんですけれどね今、えー、スタジオの外、うん、非常に風呂吹きんちゃんに。 興味を持った人たちがわーっとね集まって手を振ってましたので思わず私が手を振ってしまいましたけどね <laughs> <laughs> はいなんか盛り上がってましたねさあさあさあ番組に戻りますねさあ耳寄り観光情報ということでまあ、季節のネタいろいろご紹介していきますが新聞などでもご紹介されていよいよ見ごろを迎えてきましたねハンターマウンテンそうゆりパーク、うん、はい 冬はスキー場としてにぎわうハンターマウンテン塩原ですが夏はゲレンデ一面にユリの花それも色とりどり種類さまざまということで50種類、うん、400万輪ものユリが期間中次々に咲きますよと、ね、そういうことになっておりますが、まあ、50種類 なか株数だ1、ねまあ、つのか株も、ねえー、一輪だけっていうのももちろんあると思いますけれども、ね、数輪の花を、ね、咲かせますのでこう次々と、ね、開花していって今、えー、早咲きのものから、ね、中咲きにかけてはとてもカラフル、ね、香りはもちろん甘い香りはするんですけれども、まあ、どちらかというと目で楽しむ。 そして後半になってくると色合いはちょっとシンプル、まあ、白い花なんかが多くなりますがこちらは香りの強い花ということで後半はまあ香りを楽しむという感じでしょうか、えーまあ、梅雨が、ね、明けるのがちょっと遅くなった今年ですけれども梅雨明け後からはもう太陽ジリジリ、じりじり。 びかびかという感じでね気温もぐんぐん上昇ということで、えー、開花も一気に進んだようですからね、えー、7月の末から8月の上旬半ばぐらい、まあ、8月上旬ぐらいまでが、ねあのー、早咲き、中咲きの花が、ね、とても多いと思うんですが特に今年暑い日続くような、ね、気がしますよねうん、うん、冷夏になるかななんていう話もありつつもすごくお天気が安定した 夏のこうスタートを切ってますからね早い時期に行きたいという感じでしょうか、えー、標高が1300メートル以上の、ね、ゲレンデということで暑い暑いと言っても空気はとてもひんやりしてるんですよね、えー、特に木陰の中を散策しながらの百合の鑑賞なんていうともうここから帰りたくないなと、ね、思うぐらいとてもいい涼しくて、ね、いい場所となります。 楽しみとしては、やはりゆりパークシーズンだからこそ味わえるゆりの食、食べ物ゆりソフトクリームであったりゆり根を使ったピザ、うんえー、うどんやそばなどにもゆりの天ぷらなんかが入ったりということでね<ー>、えー、いろんなメニューの中にこうしたゆりを使ったメニューが楽しめるというのも魅力です。またたね好きなお花花をもうあいい花見つけちゃったよ でもこのゆり抜いて帰るわけではいかないということでねうん、うん、え戻ってくるとなんとちゃーんと売店もあるんですよねお,なるお土産にもできるんだねやっぱりね旧婚、まあ、でね育ってますからね、うん、ちょうど同じようなねゆりをお買い求めになってまあお土産にする方もねとっても多いようです、えー、ハンターマンテンゆりパーク8月31日まで開園ですけれどね、えー、ぜひもう8月前半ぐらいねもう 花のいい時期、まあ、これから咲くよっていう花も多いそんな時期に、ね、出かけてみるといいんじゃないでしょうかねさあそして、えー、ご家族連れには川沿いでも遊んでくださいということでマスのつかみどりそれからキッズ釣り専用エリアというようなね、えー、水と親しむイベントなども連日開催をしています、えー、こちらはね古町河川公園というところなんですけれども、まあ、やっぱりね下界は暑いのよ うん、百合、うん、パークは涼しくてもね。塩原の街の中に来れば、やっぱり日差しがあると暑い。いまあ。こんな時は水の中に入ってもう魚と格闘しながら、また人汗か界ちゃうかもしれませんけどね、えー、楽しいひと時を過ごして、そしてます、あの塩焼きを食べるというのもね。うん、いいかなと思います。うん、えー、ニジマスのつかみどり、えー、古町の河川公園でも行ってますが、箱の森プレイパークのー公園内の池の方でも。 のつかみどり実施していますのでね、えー、それぞれね、えー、楽しみほ、まあ、他の遊具でも遊びたい人は箱の森プレイバックもいいですしホテルからちょっと歩いていこうかななんていう人には古町河川公園という感じでね、えー、皆さんの好みで、えー、ぜひ足を運んでみてください、えー、夏休み、ね、まだまだ始まったばかり、うん、8月いっぱい塩原温泉たくさん楽しい、ね、催しなどありますからね、えー、ぜひ遊びに来てください。 以上耳寄り観光情報でした。さあマニア級答えの時間です。今日は過去問過去に出題したでもねでもねじゃないけどねあのー。 言い訳するみたいだけど140何回やってきて同じ問題出たの初めてだからね塩原はまだまだクイズいっぱい作れるなとは思ってはいますがちょっと今日はちょっとサボった感 <laughs> でも皆さんには考えてもらいたいですねさあ塩原温泉には温泉神社温泉そのものをね、えー、祀っているようなね、えー、神社がたくさんありますがその数一体いくつでしょうか A、7つ。 B8 つ C9 つフロフキンちゃん答えをどうぞ A の7つ A の7つ、うん、北斗七星みたいですね、まあ、こういうことを言った時はベベー <laughs> そんな気がした、はい、うんじゃあ C の9つ C の9つ九州みたいだよねって <laughs> 難しいこと <laughs> <laughs> なぜうんなんとなく、はい。答えは8つ。うーんさここの8つどこでしょうかというのは難しいですよね<え> <laughs>、えー、塩原温泉の観光マイスター学院の資料にももしかすると載ってるかもしれませんのでマイスター受講中の人はね調べてみるといいかもしれませんが「えそんなの受けてないから知らないよ」というあなた。はい ゆっぽの里、ね、今日はエビゆっぽカレーも紹介しましたけどね、うん、ゆっぽの里の外の通路屋根がついている細,い、ねうん、細長い通路がありますが、うん、そこには塩原の温泉地区の紹介のほか温泉神社の紹介もあります。福和田温温泉泉神神社、社塩釜温泉神社などと一緒にどんな温泉神社があるのかね、えー、勉強するにはゆっぽの里ということで今度フロフキンちゃんが勉強に。 してきてくださいね。どこの彫刻が素晴らしいかなんていう問題が出るかもしれませんよ。<laughs> はい。えー、以上マニア級でした、えー。それではここでもう一度映像をご覧いただきます。この店知ってる？たすけそばゆずかみ屋さんに来ています。今メニューを選んでいるんですけどね。 いろいろあって迷っちゃうんですよね。決まりですか？ご注文は。やっぱり店主のおすすめ三回そば一つお願いします。はい。冷たいのがよろしいですか？暖かい方がよろしいですか？選べるんですね。はい。では冷たいの。はい。かしこまりました。じゃあ三回そばの冷たいのを一つですね。はい。お願いします。はい。はい。お待たせいたしました。冷たい三回そばです。どうぞ。来ました。来ました。 階そお冷たい三階そばですこれは中にはどんなものが入ってるんでしょうか、はい、このメニューに書いてありますように海老、はい、の天ぷら、とろろ、しめじ、うん、たけえのこ、なめこ、きくらげ、わらび、こもみ、みつば、みつば入りですおお、海のものと山のものがいっぱいまさに三階そばというわけですね、はい、全部で1種類入ってます 入っているそうです。三階そばとっても美味しくいただきました。たすけそば水神屋さんでした。ではご一緒に塩版なの。続いてのコーナーは故郷を愛する気持ち。 塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です塩原プラスラブで塩原ラブさあ今日の塩原ラブですけれどねこの間ね、うん、番組の中では自分自身の夏休みの思い出っていうことで振り返ってみたんですね、うん、いや周りに本当自然がたくさんあったので いい思い出いっぱいあるなという、ねうん、お話をしましたが、えー、実はこの間子どもたちの夏休みの思い出を作るお手伝いをする機会がありましてでそのお話を今日はしようかなと思います、うん、7月22日火曜日になりますが、えー、塩原小学校の6年生の、ねえー、皆さんの まあ親子レクレーション夏休みの親子レクレーションをが行われたんですけれどもまあその中でまあお泊まりでやったんで本当に2日間に及ぶすごい壮大なツアーみたいなね感じだったんですがまあ1日目のお手伝いをさせてもらいましたえ午後1時にですね塩原グリーンビレッジに集合してえどんなのがあったかというとまずは2時間ぐらいで。 えー、グリーンビレッジから徒歩での町、まあ、巡りという名前の散策、うん、<laughs> そしてその後楽器作りのワークショップこれも2時間ぐらいだったよね、うん、でその後はとは、えーまあ、昼間来られなかったお父さんなんかも集まったりしてお父さんお母さんなんかも集まったりしてのーバーベキュー、うん、これもすごく盛り上がったようですよね。うん、そしてて、えーまあ、皆さんはグリーンビレッジに泊まって まあ翌朝もいろいろやったって聞いたけど寺に行ったったていう、ね、座禅体験をしたうん、うん、それからもう一つ何かあったような気がしたななんかね、うんえー、すごい盛りだくさんツアーだったんですけどすごいツアーだよね,ねもうこれをこう企画したお母さんすごいよって感じなんですがうん、うん、さあその中で、えーね、私が関わったのは一番最初のプログラム「街巡り」と題した散策。 <laughs> なぜそう言うかというともちろんね、えー、福和田地区塩釜地区っていうあたりをグリーンビレッジからだと歩けるのでその中には文学の話とか歴史の話とか、まああね、温泉のに関わる話たくさん転がってはいるんですけれど夏休みじゃない、うん、お泊まりじゃない、うん、もう思いっきり体を使って、うん バタンキューと寝かせてあげたいじゃないかという思いもあったし、うんえー、すごくこのグリーンビレッジから歩いたあたりの川沿いの景観とかが、ね、いいので、うんえー、ぜひそこを、ね、味わってもらいたいなということで、えー、いくつか、ね、クイズなんかを出しながら歩いたんですけどメインを天狗、うん、岩という岩のてっぺんまで登ろうということにしたんです。うんうんうん え天狗岩ってご存知でしょうか、うんね、福渡橋というね橋の辺りから、えー、見ますとちょうど二等辺三角形みたいに、えー、見えるんですけれども本当先っぽがとんがったねところで、えー、ちょうど川の辺りからの標高差 100m、うん、で 100m って一気にね登れないのでそこに登っていくちょっと急な階段なんかをこう山道を登っていくと。 4 5 0メートルぐらいの道を歩いてその頂上にたどり着くことができるんですけどなかなかね地元に住んでいてなんか登れるって聞いたことはあるけど、うん、天狗岩って登らないのよねあそうきついだろうって思うのと、うん、登れないんじゃないかっていね、うん、いろんな話はあるんですけど、うん、でも塩原の子供たちにこそ知ってもらいたいあの岩と思ったので入れまして。うんうんうん えー、お母さんたちからはちょっと怒られましたね。なんで街巡りって聞いてきたのにこれは登山じゃないか <laughs> <laughs> でもやっぱりお母さんたちの中にも一度二度登った,たことがある人もいたんだけど、うん、初めてっていう人もいて、うん、まあ最終的にはもう汗だくでひどかったけども、うん、いい経験だったというねう、えー、話はしてもらいましたでね降りてきた後に 野立岩っていうね大きな岩があるんですけどその上でねガリガリ君っていう、ね、アイスを食べた時のこのすがすがしさ <laughs> それがあってこそね、うんうん、苦労があってこそのこうソーダアイスの美味しさだったかなと思いましたけど <laughs> えこのね、えー、天狗岩、えー、まだ雨が降った後だったので、えー、ちょっと沢のね水も多かったりして歩く たびにこう空気の温度が変わったり<ー>音が変わったりっていうことですごく変化に富んだ、えー、道ですね、えー、楽しかったですねさあ私ばかりの話ではなくて、えー、実はこのお街巡りと題した散策の後に行われた楽器作り体験フロフキンちゃん実は覗いてきてたんだよねそうなの実はね,ね見学させてもらったのまず聞いた話では、うん、こう ストローのより太い、ね、筒をこういくつかあ、うん、合わせて、はい、南米のサンポーニャっていう楽器に、ねうん、みたいなものを作ったということでしたけど<う>さあ、どんんなのだったんですかあのそう、あのー、サンポーニャっていうのは足、うん、っていうね、まあ<シ> 素材を使うんだけど、日本ではなかなかその太い足が手に入らないっていうこともあるので、日本の足ってすごく細いもんね。イメージがね。なので、まちょっとそれに似せた形で、あのプラスチックの管あの管をね。まさっき言った。そのストローみたいな形にま長さを変えて切ったものを9本用意して9本。9本もでそれをま5本と4本というま組み合わせにして2列にこうね。つける感じに。 するんだけどただその管だけだと。 ね、ストローみたいになってるから抜けちゃうじゃない、うん、空気を入れてもそうだ、ね、なので下のところを小麦粘土、まあ、口に入れても大丈夫な、ねうん、小麦粘土を色のついた小麦粘土を用意して 5, つ用意5種類用意して、うん、でもほら9本あるわけじゃない足りないじゃない,足りな,いなので自由に同じ色使ってもいいしバラバラに変えてもいいしっていうふうに、ん、出て,てたら本当と混ぜこぜにして <laughs> 新しい、ね、<laughs> 色を作って。 給食にしちゃうそうあれはねすごいよだって二重にしたりとかね青と例えば黄色とか<ー>二重にしたりとか<敵>数語もね同じものが一つもない楽器が子供たちの数プラスお母さんたちの数だけ出来上がったっていう、うん、子供たち15人ぐらいね参加してたよねそうでお母さんたちも34人かな参加してくださってて。うん で、まあ、それをさっきのその九本とあじゃない5本と4本をまあ輪ゴムでね、うん、つないでまあそれで楽器はまず完成お<ー>まあでもそれだけで結構もう時間を取ってしまったところもあったんだけど、うん、まあそこから音出しをしてみたんだけどもう作ってる最中から子どもたちは考がいいからこれ音出るって分かってる分かってるからどうやって出すかもね分かっちゃうのよねすごい。でももうできちゃった子なんかみんなピープーピープー吹き出してお<ー>うん。 すごいもう感覚だなと思ったけどで、まあ、ちょっと曲を作るっていうところまでは時間切れになってしまったのでもう音を出すっていうことで終わったんだけど、うん、もうみんななんだろうね,その紙ねあの小麦粘土で集中しちゃう子もいればもうすぐ音出したくて、うん、もううずうずしちゃってる子もいれば性格がねもう粘土で全く違うものを作り出すことが <laughs> <laughs> 粘土細工に変わってたりする。 もう種々さまざまというでもなんだろう子供たちの個性が出ててすごく見てて面白かったねうん、うん、で最後にはねその講師だった高山さんの演奏もあってみんなおおっていうので終わったとねえー、ねその後さらにその高山さんが南米で、うん。 身につけてききたとううべでしょか南米風バーベキューアサードと呼ぶようですけれどこちらを子どもたちの前でやったらもう肉を焼いてる時から周りにかぶりつきせっかく楽器を教えてあげたのにもかかわらず肉のおじさんみたいに呼ばれたそうでね肉屋さんって呼ばれたそうですけどねやっぱり最後はね。 食べ物にはかななわん、うん、花より団子じゃないですけどね、うん、もうあのお肉の焼ける美味しい匂いそれも炭火で焼いてるね、うん、あの匂いには負けちゃうだろうなということで、うん、すごい食欲だったと、ね、にも焼きそばとか野菜とか、うん、いろいろ果物なんかもあったけどた全部平らげてたからね、えー、豪華だったね,、うんはい、ねまさにね、えーまあ、2日間にかけてのね夏を満喫するそしていろんな思い出ができたレクリエーションになったのかなと。 ね、そのお手伝い若干できたのかな、うん、とねいうことでね、えー、今日の塩原部、えー、塩原小六年生の親子レクレーションご紹介しました多分ね各学年でいろんな取り組みしてるんでしょうからね、えー、皆さんどんな親子レクレーションしたんでしょうか後で教えてくださいね最後のコーナーです ちょっと教えてほしい、うん、だけど<何>というかコンビニに挟んだんだけどうん、うん、なんか歩行者天国があるんだって歩行者天国そう、うん、塩原の夏というと、まあね、いろんな催しあるけど、うん、やっぱりなんとなくね皆さんこうあれ歩行者天国と花火っていうふうに言う人多いんだよね。毎年お盆の、ね、時期に実施してるんだけどそう今年どうなのっていうね お話よく聞いていいてて、ままし今年も行います。<う>8月の14日15日の2日間 2>、うん、もうこれは、ね、日付固定本当にお盆の、ねうん、まピークだね。1415の2日間、えー、古町と門前という、ねえー、温泉街の中心部の地区を車両通行止めにしまして、えー、歩行者天国ということで、えー、午後6時半から9時までお楽しみいただくことができます。 まあ、メインとしてはその時期に、ね、たくさんのお客様宿泊いただいているので、えー、宿泊されているお客様に一、まあ、年の感謝を込めるような意味もあるんですけれども、まあ、そこで花火の打ち上げもしているということで、ねえー、花火の打ち上げは午後8時から20分間ぐらいで、まあ、500発ぐらいなので、ね、そんなに規模は大きくないんですけど。 塩原ってこうすり鉢のような感じでね山に囲まれているのでそんなに大げさな花火じゃないのに開いたこう空の狭い空に大きく開いた花火とその反響音がずどーんとね周りの山にこだましながらこう体にこう降ってくるようなねそんな音がね楽しむことができます。えー、フロッキちゃん今年も歩行者天国8月14 15にありますよ なるほど、みんなで行きましょうね。ねはい、小一さん、ありがとう。どういたしまして。さあ、以上をもちまして、今日の番組終了となります。塩原プラスラブで塩原ラブ